南部橋は山梨県南駒郡南部町にある富士川に架かる橋である。旧南部町域の栄地区と牧郷地区を結ぶ唯一の橋である。見延線が開通する前は、両地区は渡し船が使われていたが同線がうち、船駅まで開業すると佳橋の議論が行われ、1932年に最初の目標が架けられた。 しかし、刈橋のため橋脚が低かった上当時は、上流のダムも、水力発電所による取水もなく、大雨が降ると、日本三大急流と称される富士川はすぐに増水し、木造の刈橋はたちまち流されてしまった。1941年に永久橋が掲げられたが、太平洋戦争が間近に迫り戦時統制のため鉄材不足により、木造橋として再架橋した。 この橋も戦後の1948年に大破したことから1950年から順次鋼鉄製のトラス橋に架け替えられ、1957年に完成。1959年に流出するも翌年すぐに再仮設され、その後は後日の新橋が架橋されるまで流出、破損することはなかった。21世紀に入り橋脚部分が、経年50年以上経過し、 老朽化が進行していること、1970年に歩道部が増設されたものの道路部の福音が5.5メートルしかなく、かつ14トンの重量制限がかかっており、中部横断自動車道の工事車両通行の妨げになっていたことから460メートル下流に新しい桁橋の工事が2003年より行われ、2011年8月4日に開通した。 新橋開通と同時に、急遽は閉鎖され、その後解体されている。新橋路線名、山梨県道803号内線停車乗船。ありがとうございます。